美味しいものを求めて遠くまでやってきました。三重県は尾鷲市でございまして、車で3時間ぐらいかかりましたから、朝早くやってきましたが、来た甲斐があるというね、絶品のまあごちそうというよりはご飯のお供というものをねご紹介させていただこうと思います。でこの尾鷲という町なんですが、もうここからすぐ車で 1,2 分行ったところはもう港というね港町でもございます。でその様子、ちょっと先ほどお昼の様子ご覧いただきましょうか。今日も水揚げがありましたと言いますのも、ここはですね静岡や宮城県そして高知県と並んで一大カツオの水揚げが多いという漁港でもあるんですね。はい、一本釣りでまあカツオそしてマグロが今日もいっぱい取れてましたね。はい、綺麗な状態で取れておりました。とはいえ年々やっぱり漁獲高が減っていてお値段も上がっている。ここ10年でなんと4倍5倍にも上がっているそうなんですが、そんな中今日も競りがありまして、今日はねちょっと大量だったので値段が少し落ち着いているかなという一日だったようですが、昔ながらのやり方で皆さん入札をされていた。すごいな。でこのカツオの食べ方といえば、まあ、水曜日の皆さんにはちょうど1ヶ月ほど前高知からはね、はい、カツオのたたき、はい、そうだった、わら焼きですよね、ご紹介もさせていただきました。でもしくはカツオ節というやり方もあるんですが、ちょうどその間というのが今ありました生節というものでして、こういうもの、これ生節途中段階のものなんですが、まさに途中でいいんですか。でもこれがねある意味いいとこ途中だけどいいとこ取りなんですよ。カツオ節ってすごい手間暇かかるのでお値段高いんですが、カツオ節に比べるとお値段がまあ半分から3分の1ぐらいお安いですし、で鰹節はね、まあ、調味料的に使いますがこれはおかずになります。でお刺身やたたきと違って保存が効くということで、いいことずくめ。はい、さあ一体どんなお味がするのか、どんな食べ方ができるのか、この後楽しみにしていただきたいんですが、今やね生節作ってるところ尾鷲でも2軒だけになっているんですが、昔ながら大瀬勇商店、なんと創業が明治35年といいますから122年を迎えているということなんですね。で昔ながらの作り方で作ってらっしゃる、もうね建物も戦後建てられたそのままだったりするので、かなりレトロな世界がそのまま残っているんですが、さあそんな中こちらの4代目でございます大瀬優斗さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お世話になります。今ある意味貴重になってるかもしれませんね。そうなってきました ね、はい、ただ全部いまだに昔と全く変わらない作り方、はい、うちはねそういった作りでやってます。もう手作りで丁寧に作っているという様子今日はちょっと見せていただきますの でまずはもう先ほどセリもね、はい、買っておりましたが、このカツオからちょっと見せていただきましょう。もう今日も大量に買ってましたよね。ね、本当綺麗にカツオ買ってましたが、でちょっとじゃあさばくところを見せていただきます。まずはもうここで、流れ作業でね、皆さんさばいていく、それぐらい1日にさばく量が多いということで、やっぱ役割分担した方が早いんですね。そうですね、これは ねそのように道具もできてますし ね。でこの今ちょっと捨てるところかなと思うような場所もこれ食べるそうですね。これはね塩辛になりますしね、塩辛になる腹の部分だったり、これはこれはね肝とね、肝とへそがあるんです、ね、こちら肝と、なんか心臓とかもあるんですね、はい、心臓おわせではへそって言うんですけどね、心臓ですね、心臓、はい、これも煮込みでね食べたりすると全部食べられるんです、はい、でこの腹の部分ととあるんですが、ただこの生節にするのはまた腹のね身の部分ということで、こちらですね。でちょっとねここで変わった道具使うんで、道具見せていただいていいですか。4代目の甥っ子さんにあたります国広さんでございます、よろしくお願いします。5代目ですよね、はい、はい、よろしくお願いします。でこれが何するかちょっと使ってもらっていいですか。これがですね、なんと一手間でこの背びれをこうやって、普通ナイフをね包丁2回入れなきゃいけないところ1回で入れて、この尻びれも1回で切れてしまうという便利なものなんですね、はい、ちょっと一瞬でしたけど、もう1回見せてもらっていいですか。じゃあもう1匹でこれがなかったらすごい大変だよね。間に入れることで1回で上手に切れてしまうというね。これはこれ専用の道具ですか。昔からずっと使ってる道具。はい、そうです。自分小さい時からも。これ専用ですか、カツオ。そうですね。カツオ節作ってるお店はあるかと思います。はい。ということだそうでございます。
そしてそしてここにもうね渡ってきまして浜田さんでございますが、これで3枚に下ろしていくということですね。こうやって流れ作業にしているのは今でこそね3人でやってらっしゃいますけど、かつてはもっと人がいらっしゃったということで、大瀬さん多い時何人ぐらいいたんですか？そうですね、50人ぐらい。50人ぐらいね。でもみんなで流れ作業して、その50人の名残がここ見てください。皆さんが使っていた包丁、この包丁の数だけ職人さんがいたということですね。なるほど、すごい数、はい、ということで、で今はねちょっとずつやっぱりね後継者とか後継がれる方とか少なくなってきているようですが、さあ綺麗にここで3枚に下ろされました。さあ生節としては大瀬さんこっからですもんね。はい、こちらをね、じゃあここからまず何するんですか？今から湯がくわけです。はい、今からまずはね湯がき煮る作業でして、はい、こういうね昔ながらのせいろに乗っけまして、今もう湯がいているのがこちらですよね。はい、こちらにね、ここでもう煮ております。昔ながらのね釜でこうして茹でると大体1時間半ぐらいですかね。そうですね、2時間ぐらい、2時間弱煮るとこういうふうに色が変わります、ね、でここまではですね、まあいわば煮て、 あとこの葉っぱなんですかね。こちらはねクッションになるわけですね。クッションと実がひっつかないようにとか、ひっつかないで、こちらで匂い消し、カツオの匂い消しをね、カツオの匂い消しにも使うと薬草ですね、いうことで。そしてここからがですね、実際ね本当は煮る作業というのが午前中の作業なので、ちょっと VTR に撮ってあるんですけど、このあと職人技です。見てください、丁寧なお仕事を手作業で皆さんしておりました。というのも骨を抜く作業なんですが、これがですね、はい、湯がき作業の後で全部抜いてる、もう全部細かい、基本的には大瀬さんもう骨なしの状態で。そうですね、その方が食べやすいんでね、毛抜きのような感じで抜いていくと。しかもこれ水の上で浮かしているのは浮力を使って水に浮かせておかないと身がしっかりしてて重いので身崩れしてしまうと、それを防ぐためにこうやって水面で浮力を利用しながら、はい、骨抜きをしていくということですね。ですからこれは機械化できない作業ですよね。そうですね、やはり手作業ですね。全国的にはですね機械化している生節売っている地域もあるそうですが、骨がそのまんまという場所もあるそうなので、こちらのものは骨が取ってある。そしてもう一つ嬉しいのがですね、こちら今まあね、実際に煮てあるものがこちらにあるんですが、ご覧いただきましょうか。皮もね半分だけついているんですよ。はい、これも理由があるんですけど、なんでだと思いますか？これはおしゃれでしょ。見た目ビジュアルがめっちゃ綺麗ですからツートンカラーのおしゃれではなくて、もうちょっとちゃんと意味があります。大瀬さん、なんでですか？本来ね皮と身の間には油があるんです、一番美味しいとこね。それが美味しいんですけど、カツオのこの頭の部分には鱗があるわけなんです、はい、それでねどうしても食感が悪くなりますんで、鱗の部分もやっぱりねお子さんとか口に入ると嫌がるから、はい、その部分はしっかり取ってあげて、はい、取ってあるんです。でも旨味のある部分はなるべく残そうというようなことも手作業でしております。さあここまではまだですね煮ただけです。こっから乾燥させるのが、これがまた昔ながらのやり方、もう雰囲気からして古い。これせいろいつから使ってるものですか？これはもう初代からね使ってますんで。初代ってことは百数十年経ってますね。明治時代から使っているせいろにこうして今のですね乗っけているんですが、カツオを。ただその下見てください、これも昔ながらのやり方ですよ。火を今焚いていまして、下が掘ってあるんですね、はい、レンガ作りになっておりまして、でこれいぶしているわけですから燻製です。つまり木も選ばれし木ですね、はい、何の木ですか？桜とか菓子類をね使ってやっています。桜の木は匂いがつくため、そして菓子の木というのは油っ気が少ないので黒いすすが出ないんですって。で黒いすすが出るとこのカツオが真っ黒になってしまうので、出ないことで綺麗な状態でということで、木もしっかり選んで、色変わってきてますね、色が、はい、これ熱風を浴びてる、ね、だいたいどれぐらいの時間？だいたい2時間4時間、はい、ね、ただこれをもっともっと燻製し続けるとカツオ節になるわけです。カツオ節になるにはどのぐらい？やはり 1ヶ月ぐらいかかりますね。1ヶ月かかる鰹節はやっぱり高い、高いですね、それに比べるとだいぶお安く済むということで、
ね、途中美味しいんですよ。もうこれで美味しそうだと思うんですが、じゃあちょっと今もう大体時間的には大丈夫ですか、うん、はい、じゃあちょっと運ばせていただきまして、はい、はい、あ、もうこの時点でいい香りしてますよ、燻製されたいい香りがしております。はい、でどうでしょう、食べ方として地元の方が食べるのお好きなのはどんな食べ方多いですか。あの生姜醤油とかね、うん、そういったもんで食べていただいたり、あのお酒のあてなんかにもね、いいかと思います。もう味は今ついていないですから、はい、塩っ気も何もない状態なんですが、でもちょっと試しにこの時点でどんなものなのか試してもいいですか、これ持って大丈夫ですか。大丈夫ですよ、食べてください。結構やっぱ水分飛んでいますので、うわうわ結構もう硬いしっかりした感じですね。柔らかいかつお節、でもほかほかですよ。お前ね、柔らかいかつお節、ちょっとそういうことですね、柔らかいかつお節。ちょっとなんか一番いい脂乗ってるところいただきます。夢のうわスイカみたいに食べてる、なんか贅沢。うわ、あのね、うまみの塊で香りがやっぱ香ばしくていいですね。ただだいぶ燻製していますので、うん、正直結構このままだとパサパサしています。そうですね、だからお醤油とか、はい、何か油分と一緒にということで、これがねちょっとしたお料理で本当にいろんなレシピで楽しめるんですって、改めて、大瀬さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、お子さんもちょうど保育園帰ってきたところですね。こんにちは。ね、カツオじゃなくて着てるのはジンベエザメですね。ジンベエザメ、はい、でございますが、はい、生節でございまして、ちょっとね国広さんのおすすめのレシピというのもいろいろ教えていただいているんですが、意外な食べ方があるんですよ。もうそのまま食べるんでしたらもう本当生姜醤油とか、はいはい、そうですね、マヨネーズとかは合うみたいですね。生姜醤油、醤油マヨですね。はい、で油分との相性がいいということで、これなんですか。これパスタですね。うわ、パスタ、なるほど、はい、生節とオリーブオイル、オリーブオイル で、はい、でサラダなんかにももちろんオリーブオイルかけたりしてもいいですし、もうドレッシングでも、ね、ドレッシングでも。で地元の人が好きなのがこれなんですって。何ですか、はい、これ茎漬けっていう漬物で、お漬物と合わせる、はい、で実は茎漬けというお漬物がこの地域ではこの時期に出てくるんですよね。そう、今から、はい、なのでこのお漬物出たら生節も一緒に欲しいって言って、今が一番最盛期になるというようなもの。ちょっと一口これいただいてもいいですか。これ、はい、合わせて食べたらいいってことですか。なんかしば漬けみたいなね、こういう感じで、はい、ね、しば漬けみたいですけどね、食感が出てうまい。どう、結構お漬物がみずみずしいので、そのパサパサした生節と本当ちょうど合って、塩っ気も加わって、美味しいですね。これでもうほかほかご飯でいいですね。それだけでいけます。うまみは十分お魚の方にあるの で気になってるのがこれどうしてるんですか。食パンの上にチーズと、生節を乗せて、あとオリーブオイルですね。オリーブオイルもでチンしたやつです。チンして、はい、だから急に洋風になりますけど、ちょっといただきますね。うん、うん、合う、美味しい、美味しい。なんでしかもこんだけ手軽に作れて、はい、ちょっと本当おしゃれなイタリアンのピザ、柔らかいピザ食べてる感じですかね。へえ、うん、美味しいです。これ美味しい。美味しいやん。そしてこれが炊き立てのご飯、はい、何かと言いますと、はい、炊き込みご飯でございます。炊き込みご飯もいいですし、うん、もうお茶漬けとかもできそうですよね。そうですね、うん、はい、できます。もう生節を具材に熱いお茶で、うん、熱いお茶かけてというんでもできると。椎茸めっちゃ、椎茸の量がえげつない。旨味と旨味を足すんですね。ね、ほんまや。大体ですね、生節で言いますとこの一節っていうんですかね、この一節で鰹節でこんな大きいの買ったら大体3000円ぐらいしてくるそうなんですけど、この一節生節の場合は大体1000円弱と大きさによりますがいうことですので、だいぶねお手頃かなと。こんだけ大きかったら皆さんで家族で食べられますからね、いいかなと思いますが、買うのはすぐ近くに店舗もあります。ちょっとご覧いただきましょうか。はい、こちら店舗がありまして、こちらでですね、その生節、普通のお味とか醤油味のついたものとか、あと最近はそのオリーブオイル漬けなんていう商品も出ていたりして、はい、いろいろバリエーションもあるんです。100グラムか、はい、
100g ですね。でもちろん遠いですから、関西にお住まいの皆さんインターネットでも買うことできます。ですからインターネットでも注文していただきたいなと思いますが、お二人本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日は尾鷲から生節ご紹介でした。ありがとうございます。